しいなと思ってて、初日のよくある配送は、もうすぐちゃっちゃと終わらせて、もう一回次、なんかバグだったり全然するんで、すぐイエスを押して、すぐ仕切り直ししたいなというふうに思ってます。ただ、そこでいいえが押された場合の後の対応ってもうしかねるので、もう個々の判断で。で、薬害はなしでお願いします。何かご質問ありますでしょうか？夜の配送だけ続行。まあ、そうですね。ちょっともう皆さんにお任せします。自分はなんかもうめんどくさいので、イエス派なんですけど、ノーでもいいですよ。ただその後ってちょっとオオもう、カミがバグんのよ。ハム夜スのター配じゃない送とだ思いけますは。ね。クマ中途です半ね。端な配送はキャンセル9でいい番んさだんけど。何かご質問ありますかね？4マ番ジさんでありさ。がとうございます。あ、はい、どうもどうも。じゃあ、楽しくいきましょう。いや、クマです。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。役害なしとかぐだ人ぐ狼だ言にわ気なをいつでけこてれ。ください。もうゲーム続行しよう。俺村だからさ、絶対言うぞこれ。役害なし、ルール厳しいマンがいるぞ。別に俺村だから異論ないから、どっち見てもいいからゲームしない。もう言われす、言いそう。ゲーム崩壊しそう。あっても別に問題ないんじゃない？片手言わなきゃ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。占い師です。8番さんの白知ってますか？はと、この位置なんで、潜伏した方がいいんじゃないかっていう意見があると思うんですけど、情報を与えつつ、信頼を得るっていうのが、この役職の、仕事だと思ってるんで、待ってますね。役職の方に関しては、騎士は、まあ、2周目に言おうかなっていうふうに思ってます。この番手なので。で、霊能の方に関しては、ぶっちゃけ1周目から出てほしいですね。まあ、これはお願いですね。グレー考察したいんで。はい。で、グレーの方々に関しては、白い理由と黒い理由、もちろん考察の上で述べてほしいんですけど、雑な白置きっていうのは本当にやめてほしくて、だからこの人は白いです。次に、みたいな、そういう理由がないっていうのは、結構、つつかせてもらいますね。そういったあたりで、その人に答えられない、かつ、正当な理由でない場合、自分の票を失うと思っています。4番のプレイヤーが発言します。はい、霊能です。今、3がトップバッターで出たんで、まあ、わかりませんけどね。巨人も狼も全部あると、ある位置ではあるんですけど、まあ、霊能が僕一人で確定したら、二人目に出た占い師、1が、例えば3が巨人で、二人目に出た占い師が死んだった時に、狼が、占い師が二人出たから潜伏しようかなって言って、後ろにいる可能性が僕は高いと思ってるんで、まあ、僕が思ってるだけですけど、でもまあ、僕が霊能が一人で確定したら、その後ろから釣るっていうのをやるからね。例えば8が占い師で出たら9、1、2から釣るから。占い2の例の位置で僕が確定したら、ね。まあ、僕のみみあの好きなとこ釣らしてくださいということで、そうするんで、狼はね、占い2人出たから釣って座りっぱなしだと僕に釣られますよっていうことだけ言っときます。うん。狂人が出てくれたから座っとこうっていうね。以上です。霊能です。5番のプレイヤーが発言します。3番さん占いの4番さんが霊能か。まあ4番さんの位置だったら、そこ霊能だとしたら、普通に占いすらしてもよかったかなと思う。そしたらさ、ワンチャン？普通に、真が確定する場面だったかもしれないから。まあ3番が真教わかんないけど、真か、偽かわかんないけど、仮に3番真だったら、それがあったから4番さんには、レースらして欲しかったなっていうところかな。正直この場面も特に叩く場所がなくて。まあ僕はせめて言うなら、まあ、グレーはとりあえず、占い精査しっかりしていきたいなってところで。で、占いはグレー精査してほしいってところかな。言うことは特にないっすね。で、
3番さんに関してなんだけど、声震えすぎ。なんか書いてあるけど。6番のプレイヤーが発言します。うん。3番さんって結局2周目ですよね。まあ一回聞かないとわからない。1人しか出てないから、とりあえず死んでいいんじゃないかと。4番さんも結局とりあえず死んでいいんじゃないっていうか、まあ死に一角したら好きなとこ打てばいいじゃないですか。僕以外であればどこでも問題ないですけども、できたら狼だったら嬉しいけど、進路を釣れれば一番嬉しいけど、5番さんですか。わかんないですね。グレー切磋してくださいしか言ってないしね。3番さんマイナスで取ったと。声が震えてるから。っていう感じだからね。まあね、むっちゃ無ですね。どっちとも取れる。うん。白とも黒とも取れるって感じですね。SG1 の村人は残して白路を釣りたいです。SG1 の狼を釣って、白い村人を残したいですね。黒い人を釣りたいです。まあ3番、4番が死んだったら一番楽なんですけどもね。位置隠したら楽なんですけど。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。よろしくお願いします。村人陣営でした。そうですね。まあなんか、5番さんが3番さんに対して、まあ声震えすぎっておっしゃってたんですけど、まあ、声そんな震えてたかなっていうのと、なんだろう、たまにやっぱ新占い師で普通に、責任感感じて、声が少し震えるというか緊張する人も全然いるので、あんまり声色精査で、なんか、行くんだったら、なんかその声震えすぎだったからどっちに感じたっていうのまで言ってほしかったですかね。だから5番さんはなんかちょっと気になったかなっていう。で、6番さん、一角したら楽なんですけども、を3回ぐらい言ってたので、まあ意味はないんだろうけど、それぐらいしかちょっと拾えなかったですかね。まあ2周目はしっかりと頑張りますんで、ちょっと盤面固まってから見したいと思います。8番のプレイヤーが発言します。はい。村田陣営、特に必要ないですね。そうだな。まあ、3番さんは西の金張りに転がりが震えてるってことは、5番さん言ってたな。はい。それくらいなんで、まあ、5番さん強気だなって思ったくらい。現状、まあ、6番さんもそうだね。特に、様子は落とさなかったけど、そうだな。様子は落ちないかな、はっきり言って。西見てたね。申し訳ないけど。印象つけるだけで言ってもね、なんだろうな。7番さんはね、楽観的って感じがして、5番さんもと6番さんについては、まあ、意欲は感じるかな。二弱なんだけど、それくらいかな、言えることっつったら。どうしよう。5、6、7順か。もう一回聞いてから、一応決めようかなと思ってますかね。釣り者あげたらだけど。そうだな。一応俺の生産を入れてくれた人をね、一応どう決めるかを言っておく。から、2周目頑張って。9番のプレイヤーが発言します。はい、まあ特に何も言うことないんですけど、3割れない4しろ、まあ唯一でき理解ができないなと思ってるのが5番ぐらいですね。4番か占いすらしたらいいんじゃないのみたいな。まあ果たしてその占い3番が平和村、それで4番がその行動をとって3番が平和村になったところで、それが村有利ですかって問いたいですね。結果論4番霊能を育てている場合で、グレー、カリウド出ても、1、2、3、4、5、6、6グレーなんですけど、何を求めてんだろうっていうのは5番には思いましたぐらいです。なんかちょっとよく分かってないのかなって思いました。5番に関しては。ぐらい。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。僕が真の占い師です。7番さんに白結果刺さっております。把握してください。僕の時点までね、対抗が3番さんということで、もう一 CO が対抗が出てこなかったということで、まあ、3番さんは一応安直ですが、ローに見ております。ただね、もし、2番さんで、出てきた時に、まあ、3番さんっていうのは、強靭になるのかな。もしかしたら、っていう感じですね。はい。もしくは3番さんが強靭で8番さんに、8番さんの人狼に白が被さってた場合、まあ出てこないのかなっていう安直な考えをしております。
まあ、グレー精査に関しては、9番さんの言ってることがごもっともですね、5番さんのちょっと、その、4番さんへの理論っていうのは、その例の潜伏してっていう理論はちょっとよくわからなかったなっていう意見です、僕も。9番さんに同調します。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。役職しようとございません。で、占い、31対抗に関しては現状フラットなんだけど、3番っていうのが一つあって、3番さんで1周目、例の1周目に出てきてほしいって言うけど、3番さん目線、その位置だから例の2周目の方がいいんじゃないと思ったんだけど、だってあなたっていうのは対抗がわざと例の2周目打ってグレー位置を広げてくる可能性もあるんだから、例の潜伏して、1周目に対抗出てから例の出した方がいいんじゃないって思うんだけど。そう、3番さん気になった点がそこだけど、別にそれだけで怪しく見てるわけじゃなくて、で、まあ、3-1 フラットで1に関しては、まあ、9に対して便乗して5怪しいって言って、5に指摘できた9怪しい。確かに5番さんスラスラの話してたから、そこまでなんか盤面見えてるのかなって感じもしたけど、6番さんの発言がそれ以上に気になった。6番さんっていうのは SG の狼を釣りたいって、SG の意味わかってる。SG っていうのはスケープゴートで村人だけど無事と着せられることだから、その6番さんっていうのは SG の狼釣りたいって意味わかんない発言してるし、それに突っ込めなかった形の7番が気になってるかなってところ。まあ、釣りじゃあげるな、6。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。2周目ということでね。とりあえず騎士に関しては7番さんが騎士だったというのが欲しいですね。まあ、それ以外にの達成でいいと思ってます。で、釣り位置に関しては2級かなと思ってますね。まず根本的に把握漏れね。把握漏れ。俺、8白だから。8白。マジで話聞いてくれっていうふうに思っているし、別に5番さんに関しては進行論の違いだと思ってるよ。平和村が強いか、太鼓が出てきて、それを狼か狂人か置くんか知らんけど、そこからライン精査って、それは別に進行論の違いだから、まあ、声が震えてるっていう盤面で、力士。声が震えてるっていうだけで、なんか偽に置かれるかっていうと、仮に1が狼であれば、そんなに占い性、占い位置に入ってくる5番ってどうなんだろうっていうふうに思ってるけど、まあ2周目かなって、位置的にも、5、6に関しては2周目かなっていうふうに思ってる。9番は、じゃあグレー位置が広がりますっていう、グレー位置が大きいですよねっていうふうに言ってるけど、俺8白だからね。じゃあその上で、盤面構図2周目聞かせてもらうけど、それが真っ当でなかったら俺は聞くに行くかなって思ってる。で、2番さんに一つ言いたいけど、俺って1日目、1周目、1番手だから、ここでもう発言終わりだから、出た上でグレー考察したいんですよ。あなたの位置である盤面と俺の位置である盤面って盤面だいぶ変わってるから、潜伏した方がよくねっていうのは、それは別に、人それぞれの違いじゃねって思ってる。1は9に対して、把握漏れしてるけど、真っ当だと思ってるんですか。はい。9番さん来てっすわ。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。僕もね、2か9、まあ、だから、2が最後、騎士で埋まったでしょ。太鼓いませんかね、太鼓。太鼓がいないんだったら2はもう騎士で。で、そうであれば、1と3は ほぼ狼。で、狂人があるのは、理屈があるんであれば、3が狂人で8狼で出ようかなと思ってたら、3が狂人と分かってから座りっぱなしで、最終発言者っていうか、2が白で埋まってるから最終発言の。1番は最終発言者と同義で、1と3は狼と。うん、だから3狂人の8狼以外は1と3は狼で考えます。だから今日はもう僕、狼釣れたら勝ちかなと。2が4守ってか、僕が黒って言ったら、あとは1と3つって勝ち。で 9番がね、まあ、9番は把握漏れして、3が4に白出したと、どういうことで思うのかっていうことを考えたら、どういうこと、9が狼だったら僕が白っていうのは知ってるんで、で、僕が、霊能って出た、ちょっとま、そこが飛んだ上で、僕が白かという頭のまま流れていったら、9が狼の時は僕が白ってわかるんだけど、まあ、どうだろうな。9は塩はありますかね。塩はありますかねとか、狼は釣られたら負けだから苦しくてもね、騎士って出るとは思うんだけど、うん、まあ、でも、うん、まあ、あれですね。だから、9はね、だから、9の把握漏れは、3が4にしろだから、騎士が外で出ても、グレーが3人で、残った6人だから、厳しいね、なんて言ってて、8が隠し色で、騎士が外で出たら4人での、グレーは5人になるってところをずれてたんだけど、まあまあまあ、今のところ9ですね。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。聞こえてるかな？外にいるからあんまり
声通ってなかったら申し訳ないんですけど。うん。とりあえず、僕は、グレスリー押すなら、どこかな。カタシロはないかなと思ってるんで、とりあえずグレーだったら、6、9しかいないのか、僕目線。うん。で、まあ、とりあえず、まあ、いや、一回占い精査行こうか。占い精査なんだけど、うん、ここはもうやっぱわかんない。わかんない。わかんないからどうでもいいや。タバコ買いに行ってたからちょっとあんまり聞けてなかった。どうしよう。これこそ S 陣地だわな。やだな。どうしよう。どうしよう。とりあえず釣られたくないからな。きついな。残り50秒。きついな。待って。住人がいる。どうしよう。どうしよう。やばい。終わった。つらい。終わった。とりあえず、2番さん、俺叩こうと思ってたけど、騎士でしょ。叩けないんだけど、普通に、いや、もうだもんね、いいや、って2番叩れる時間もねえわ。これ、俺、釣りかな？終わったわな。もう、クソ申し訳ない。マジで、村には。本当にごめん。6番のプレイヤーが発言します。うん。なら、4番が死んであれば、それに乗ると言ってる以上、9番行きます。はい。今の直近の5番の話を聞く前だったからかもしれないけど、これを、村要素で取るか、陣外要素で取るか、どっちとも取れる人だよね。発言ぐらいせさしくどっちかに言ってくんない？ 6 か9とかなんか攻めてって思うんだけど。4番が、4番の中で9番の方が陣外要素がある。まあ、5、6、9の中で9の方が陣外要素があるってことなんでしょ？うん、それにかけると今日は決めたので9番に行きます。ただ5番の話を聞くと。いや、もう次の日もそれだったらさすがに釣った方が良かったんじゃないかってことになるけど。せめて、どちらかってぐらい言ってほしいけど。まあ、もういいんじゃないですか。どちらかを言えないほど村だったっていうことですか。というふうに問いときましょうか。9番行きます。特に、黒い要素があるわけじゃないけど。じゃあ、もう1%でも2%でも5番の方が逆に白いってことにかけて、4番の霊能にかけてみましょう。まあ、どうしよう。9の方が黒さあるわけじゃないけど、5。4番死んなら、釣られてもおかしくないよね。霊能すらすればいいんじゃないかって言った。狼で誰も釣りちゃあげない。じゃあ村にかけましょうよ。5番の村に。9番いきます。7番のプレイヤーが発言します。はい、私は9号のランでいいと思ってます。一本指定じゃなくて。少なくとも色結果が落ちた時と、退場？退場？あれなんて言うんでしたっけ？退場する時の話すこと。あ、遺言？遺言の感じと色結果から、8番から打とうとしたみたい、村だったかとか、やっぱちょっと強靭であるよねとかっていう予測が、まあ立てれると思うんですよ。8か9あたりで打とうとしたから、9の話全く聞いてねえんだけど、釣り寄せの申し訳ねえな。後々なんか最初の日の投票とかもやっぱ振り返りたくなると思うんで、やっぱ2本がいいと思ってます。まあ、9-5でいいんじゃないのかな。やっぱ5番さんってその、ふわふわしてたし、6番さんの最初の進行って、まあ、4番さんに沿うって形になってて、自分も結構一角してる人の意見に沿ったりすることが多いので、わかるんですけど、6番さんの最初の進行論って SGH でもロー釣りたいみたいな感じだったので、それをちょっと強く言いたかったのかなっていうパッションが汲み取れたので、9番の欄でいいんじゃないかなと思ってます。で、占い師は、やっぱ1番さんがちょっと9番さんのその、なんか乗っかる感じで同意できる。まあ5番さんが4番さんへの指摘のところだったけど、っていうのが若干気になってて、まあ3番さんただ歩きながらきっと喋ってるんだろうなって思ってます。まあ3番さん慎重かなっていうふうに思ってます。8は囲いなさそう。
8番のプレイヤーが発言します。どうなんだろうな。ケイバーさん把握漏れっていうか、まあ、またこれで精査なかったなっていう印象を受けたから、どうしようかな。今んとこ占い師に関して三振で 1-2-0 だと思ってるかな。サンドパッシュも感じたし、そうだな、一番最のグレースケ、まあまあまあ、もう一回引くか一応ね。もう一回だけ聞きますね。ヨマさんの対抗いないってことで、ヨマさん本当に近くでいいかな。まあいいや。そうだな。5番さんはね、単純に厚いのみさすぎるから、このままキーバーさんのみだったら5番さんに行くとだけ伝えとこうかな。6番さんについては、まあ、連動に乗っかってるだけなんで、色自体承知しないんで、まあ、占い師かなって感じですかね。あと7番さんはね、まあ、6番さんから村と拾ってるようだから、どうなんだろうな。1さんの精査だけな。もう一回聞くけど、今んとこね、3番さんに締め感謝進歩になって感じてるから、今んとこ3を信と言っとこうかな。それくらいかな。9か。もう一回だけ発音聞く。言えることそれくらいだよね。5番さんがはっきり言って情報全く落としないから、4番さんは今のところ5番さんに本当は行きたいんじゃないかと思ってもしまうかな。5番さんが次にいたらね。5番さんで興味もあるしね。狼ではないんだが、狼行くとしたらまあ6撃なんだけども。そうだな。言えることって言ったらそれくらいだよね。話聞くけど。9番のプレイヤーが発言します。まあ、八郎は抜けてましたね。それは申し訳ないです。まあ、その場、状況下においても、なんか3番が答えてほしいみたいに言ってたんですけども、その場合やったら5グレーじゃないですか。で、1人釣って4グレー。で、誰か占って3グレーじゃないですか。だから、それでも村有利ですかって話なんですよね。平野村で村が有利だと、もうずっと考えてみたらもういいんじゃない？ずっとこれからその動きをやっていったらって思います。その動きを求めていって、ずっとやっていったらって思います。ぐらいです。返答は。だから、そんぐらい無駄なことをやるんだった場合って、発言って無駄になるじゃないですか。その無駄をするなって僕は言いたいんですよ。だから理解できないって言ってるんですけど。で、かつ、2周目で、5番って、要は、タバコ買いに行ってたみたいな、ヘラヘラヘラして、それで5と9のランテージみたいな、やってんのも不服やなって思ってるし、5番の発言を聞いた後、6番それでも9番行くんだって言ってるから、正直、まあでも、まだ、まだ、6番も不服やけど、それよりも6番に関してはまだゲームできそうやけど、5番に関してはゲームできそうでないので5番処刑かなって思っています。ぐらいですかね。で、普通にクロス占いしてもらって、結果見て、僕の未来では5番処刑して、5の色結果見て、白だった場合でも、7番、8番、仮に、隠し色できた場合やったら、6番が黒って確定するし、盤面詰まる占い方を占い師にはしてほしいなと思っています。以上。1番のプレイヤーが発言します。そもそも9番さん釣ったとしても、僕は8番さん占うつもりないです。7番さんの言った通り、8番さんって、人狼っぽくないなっていうのと、3番さんが8番さん、初日から白を出さないかなって思ってます。はい。正直僕目線、9番さんのことを3番さんが相当釣りをしてるので、3番さんがローだったとして考えて9番さんは釣ってほしくないかなと思ってるんですけど、皆さんが9番さん釣りたいっていうのであれば全然9番さん釣っていただいて構いません。僕のグレースケール、狭めるために。はい。で、正直僕は5番さん、6番さんどっちかから釣りたいなと思ってるんですけど、まあ、5番さんが人狼であんなことするかなって考えた時に、消去法で6番さんになるんですよね、僕は。正直、6番さんと3番さん釣ればもうこのゲームリセットする、終わると思ってます。安直ですが、はい、こんなシーンの占い師です。すいませんでした。はい。まあ、正直ですね、その8番さんの英雄1と3の、その、何進化、偽かっていう話で、8番さんが3番さんを、シーンで見てる時点で、まあ、僕の占い位置に入ってくる行為かなっていうふうなことで、8番さんっていうのは、まあ、ローはないのかなと思ってます。あって強人かな？はい。なので今日は5番さんか6番さん、
の2択でお願いしたいなと思ってるんですけど、ダメでしょうか。3番さんから始まったんですよね、9番さん叩きって。うん。だから3番さんは、ローじゃない、村だと分かっているところに、2番のプレイヤーが発言します。まあ、ほぼ1が進化なと思ってるから、俺騎士で別に4守んないで、俺も1進進行でいいと思ってるから、1守るわ。って言うと、ダメだよねってなるから、まあ、普通に4守りますわ。まあ、どっち守るかは、まあ、適当にその時の気分で守るんだけど、あの、1番さん3をロージックで考えたら、3、8の初日学校も終わなきゃいけないから、8占いが妥当ですね。うん。クロス占いして占い師に関しては、クロスしなかった方が2設定。俺、これ遺言だからね。ほぼほぼ俺これ遺言になるから、うん、騎士ってこれ遺言でしょだってもう。うん。まあ普通に遺言だから、7-8 クロスしてくださいとだけ言っとく。で、占いに関しては、さんまさん、俺何把握漏れした？俺言ったじゃん、3-8だったら初日学校追わなきゃいけないから、俺さんまさんの白月8番さんだってことを俺把握漏れしないんだけど、なんで2-9でヘイト持ってきた？で、俺が騎士だったからヘイト9に流れてんでしょって思ったし、で、6番さんの1周目の発言聞いたみんな。なるべく僕は SG にいる狼を釣りたいって、6番さん狼、6番さんなりの考察を落として狼位置提示してくれよと思ったし、6番さん何霊能にいきなり任してんの？じゃあもう霊能にかけて僕9行きますわって、ほぼほぼ6がさ、占いの相方で、4番さんが指定入っ、9に指定が入ったことから6ってそれを利用しても9に行くって。で、5番さんも多分引きずり下ろされそうな位置で合計のラインだから 5番さんっていうのも絶対に9に行くと思うんだけど、今日は9は外していいと思ってて、で、なんか6の発言も拾えない。7ってマジであれだし、7、8も釣り位置上げてないんだけど、8の囲いが起きてる理由って何なのか明確に述べてくんないと思ってんだけど、まあこれ遺言だから、てか、あと4番さん黒落としたくないですか？普通に、クロスして、で、9、5残して俺6落としたいんだけど、俺6いきますわ。6村でもごめん、もう6いく。黒すぎる。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。何言ってんだよ！俺を悪者扱いすんな！投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。はい、2日目ということでね、5番黒です。まあ、占った理由に関しては、正直5番はいらないと思いますね。占う必要はないかなっていうレベルで、だから釣り位置だと思ってるんですけど、じゃあ5番さんって結局何も発言しないじゃないですか。うん。それで、じゃあ9番さんの2周目の発言は9番さんは一貫して平和村は強くないっていう発言でしょ？と思ってるけど。仮に1が狼であり、別に9に行ってもいいっていう風な発言は、9番さんよりは俺は5番の方が落とすべきかなっていう風に思ってる。整理位置とすら思っていました。で、7番さんを占った理由に関しても、仮に7が、狼で、1が狂人である場合の考察をして、まあ、1が狼で7が、囲うとは思ってないんで、まあ、1狂人戦を追ったとしても、わざわざ9を釣るっていう形、にして、相方を入れるとは思えないから、俺は7番さんはあんまり黒くないなっていうふうに思ってるんですよね。97ローローっていう可能性は、なきにしもあらずですけど、まあ、1が黒と、5が黒と出ている盤面なのは結構白い濃厚に近いかなっていうふうに思っている。2番さんって結局感情論ですよね。あなたが、9の指摘、8に対しての、俺の白出しを把握してから、してなかったから、それで、あなたは1がシンと見えるんでしょ。どういうことですかって思ってる。把握漏れしてるのと同じだから2番さんそれ。まあ、死んでるけど、はい。4番。
のプレイヤーが発言します。はい、はい。3が真の時は、まあ、5-1が狼だと思うんですけど、うん、だから、その5-1が、あの、2人揃って6入れてると。2の確定騎士の、2の指定でね。うん、で、8-9-3、ヤクザがね、5に入れてると。だから、1が真の時は、一が死んだときは五が村で、8-9-3が2人外。でも8は白だよね、確か。9か。だから3-9が2人揃って。でも5に入れる理由が、人外が揃う理由がないからな。人外はもう6が白って分かってるから、人外っていうか狼よね。だから、騎士も言ってるし6入れようっていうのが簡単にできるんで、8-9-3は逆に白くなるんですけど、5に入れてるね。うん。だから、5だな。うん。狼は昨日6番にものすごい入れやすい状態が整ってたんですよね。2番があの6行きたいねと。騎士で。いやもう僕6行くから、つって。じゃあ狼は、6は白分かってるから、じゃあ6入れよう、つって6入れたと。でも自分がここが怪しいんじゃないかと。仮に昨日6が出ようもんなら、5番に入れた8-9-3は黒くなるから。だから、その点で3の締めが高いと。うん、だから5に入れます。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。いや、まあ申し訳ないですね。とりあえず、占い地で、もう黒出しもね、正直しやすかっただろうし、3番さんからしたらね。はい。まあ、1進なんで、1が白出した8と、どこだっけ ?7 だっけ ?1 が白出したの。ここ、隠しろっすね。はい。で、3番さんは、ワンチャン今日、まあ黒かな。うん。僕がとりあえず6番入れたのは、とりあえず僕釣ってほしくないから、ってところかな。もうどっちも6級でもどちらでもよかった、票が集まれば。はい。もうそれしかない。僕釣られたくなかったから、とりあえずね。僕であんな SG1 で、なんか、僕釣られんのなんか嫌だったから、6番さん僕めっちゃ擁護してたけど、結局白じゃん。はい。なんで僕も、あれですけどね、9-3で追ってますけどね。9-3ですよ。僕釣りなんかな?もう黒出ちゃったし。霊能いないから僕釣っても意味ないけどね、結局。7番のプレイヤーが発言します。6番さんで強靭落ちてない限りは、PP 起きちゃうと思うんですけども、6番さんで強靭落ちてなかった PP なんで、まあ、確率の高い1-3に行くしかないかなと思ってますかね。ちょっとフラットに戻ったかな。2番さんの遺言で、クロスしなかったらもう、新規例って言われてたんで、まあ、黒見つけてるっていうのもあるし、3番さん行こうかなっていうのはあるんですけど、まあ、7を弾いてるわけですよね、3番さん。まあ、実際、白なんですけど。そしたら、まあ、3-9か1-5どっちかってことで、ちなみに9号提示したのは、4番さんが9行きたいって言ったけど、一本指定はどうかなって思うから、5-6で比べて発言の弱かった5番さんを挙げたんですよ。妥当じゃないですかね。で、6番さんも、なんていうかな、そんなローっぽい感じじゃなかったしなっていう。今日っぽくもなかったんじゃないのかな。村じゃないかなって思うんですよ、6番さんは。まあ、一人だけ急投票なんですけど、9-3じゃないのかな。私は3に行きます。3-5か?8番のプレイヤーが発言します。まあ基本的に5番さんでいいと思っていて、多分6番さんで強靭に落ちていて、7番さんが強靭のふりをしてるだけだと思ってるかな。7番さん絶対強靭じゃないと思ってる。うん。5番さんに行くとだけ伝えておこうかな。3-9正直見えないし、1番さんで9番さんほど素人が置いているから、そうやって1番さんがやらかしてるってことでいいかなって思ってますかね。うん。で、6番さんに釣り縄を持ってった2番さんと。まあ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 。はい。そういうことかな。うん。7番さん多分強靭のふりをしてるだけだと思ってる。2回言うよ。はい。それくらいですね。多分6番さんに強靭が落ちていると思ってますかね。それくらいかな。5番さんいきますわ。5番さん圧倒的黒すぎる。
9番さんに比べてね、うん、それくらいですね。はい。3の芯を追ってます、自分は。1の芯を追ってません。9番のプレイヤーが発言します。あ、俺か、すいません。まあ、一応、7番に言っとくんですけども、1と3じゃなくて、3と5の欄だと思うんですよ。表はブレるから。で、あくまでこれは完全に僕視点なんですけども、どっちの芯を折ったとしても5番が確定くるんですよね。だから僕は5番に行きます。7番が大丈夫かなと思いますけど。1番、3番じゃなくて3番と5番のランなんですよ。で、7番視点は、どっちしろ、4番が6番白結果なんで、7番視点でも8番確定だから9と5どちらかに人狼がいるっていう視点なんですよね。そこまでは大丈夫ですかね。で、5番白を追う場合は3番ですよ。僕は何も言わずも、だって3番が5黒結果でしょ。で、1番が8白結果で、1番が死んだった場合は7番白。だから僕の視点では5番が人狼になるし、3番は5黒っていうので、どっちのの死んでも、1番、3番、真偽つかずとも5番が黒確定なんですよね。だから僕は5番投票ですけど。7番さんがなんか僕の黒要素を拾えてるんだった場合は、で、5番が白いだった場合は3番いったらって思います。ぐらいです。1視点でも5番ツールは飲めるはずだし、ぐらい。なんかいいことありますか他って感じです。以上。1番のプレイヤーが発言します。9番さんっていうのは縄の計算ができないのかな。8番さん、7番さん、もし狂人がいたら、5番さん釣りをかけたときに明日 TP 行きますよ。で、俺視点っていうのはもうほぼほぼ9番さんなんで、今日9番さん、3番さん行って明日9番さん行ってもらいたいんですよね。9で来る、黒が出なかった場合って、5番さんで、あ、黒ください。あ、黒、すいません、はい。5番さんで、黒囲いしてるってことになるんですよね。3番さんが。そう、ほぼほぼないんで、それは。5番さん釣りの盤面に持ってってるんで、3番さんが。だから今日は3番さん行ってほしいかなと思っております。はい。どうでしょうか。あと、8番さんの言う理論で、7番さんが狂人のふりしてるって、何の理があってやってるんですかね、それっていうの。やめてください、そういうふうな。全然狂人がいると思って行動してほしいですね。だから今日は3番さん行ってください。お願いします。俺5番さん行ったら PP 置きますよ、絶対に。うん、9番さんはちょっと縄の計算ができてなさすぎます。あれ？ちょっと待って。あ、やらかした。あれ？入れたっけ？あ、やらかした。バリアンの鍵を交換するカード忘れちゃった。はい。それだけです。以上です。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。はい。なんでしょうね。はい。なんでしょうね。はい。まあ3番さん行って、3番さん黒だから、1シーンだから。で、9番さん行って終わんなければ、僕つ、え？別に3球で終わると思うけどね。だって1目線さ、7白やん。で、8白やん。で、4、霊能じゃん。普通にこれ別に、騎士が、ああ、そっか。もう、あれか。別に3球で終わると思うけど。と思うけどね。もうなんか、あっぱれだわ。だって3番さん目線さ、俺、もう SG 値っていうか、もう村からしても SG 値だしさ、占い値にしてもおかしくないしさ。黒出してもどうせ霊能噛まれるってところじゃん。2番さんも死んでるから。普通に1番さん死んで9で終わりだと思うけど。って思いますけど。はい。1番さん
シーンか。はい。全然それで終わると思います、ね。はい。3番さん行ってほしいです。次。夜が更けました。人狼に気をつけてください。もうお前の考えは見切ったぞ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、7番のプレイヤーが発言します。七白。真っ白なんですけど、白なんですけど、安定で9番さん行きませんかね。95に一郎、13に一郎でしょ。8番さんはこれ飲めると思うんですよ。あ、ちなみに、狂人使用したのは噛まれたくなかったからです。8番さんもちょうどなんか、別にそんな振りしたつもりないんですけど、なんか狂人だっておっしゃったので、ちょっとやってみました。配送してほしい。なんでですか？あ、配送できないんですよ、もう3日目。9番さん行ってもらって、ん？ 1、3は対抗勘でください。3、5。そしたら私、色合わせますから。3、5があるから配送はできない。3、5。嵐じゃない。3、5。3、5。9、3って全然。3、5の、あれ。あるんですよね。17だけが3に行ってるんですよ。まあ私、あれなんで、あれなんですけど。1が9白。あれ ?1 が9白ってことは3番さんで終わり？うん、待って、あれ ?3、あ、3号の黒囲いか。8番のプレイヤーが発言します。ん？どういうことだこれ？ん？3が、3が7種類やろ？ 3 目線は1つって終わりや。で、1目線だと、9しろ。1目線だと3号の黒箱しかない。ああ、そういうことか。どうしよっかな。とりあえず、7番さんとすべきだよね。狂人なんだから。そう思ったかな。9から来てて思考がわかんないし、俺7から落とすと言っとこうかな。明日31のせい助けたいと思っている。7から落とすべき。狂人使用してるしね。俺からはそれくらいかな。6番さんは狂人だと思ったんだけどな。それくらいですね。9番のプレイヤーが発言します。1番ってなんで、あれなんですか？ 1 番の主張って3号の黒囲いなんですけど。だから1視点で3番釣ったら終わりなんですけどね。1番初日に7白、2日目8白、3日目9白でしょ？例えば言って3番釣ったら終わりじゃないですか。どういうこと？なんで廃村になるのかわからん。よくわからん。まず全体目線で確定してるのが78確定しろですよね。ですよね。なんでどういうこと？ 1って3番釣ったら終わりじゃない？どういうこと？生計算できてないんですかね、一番さん。あるんじゃないですか。で、狂人生存かけて、
信用勝負持っていて、1釣って、だ3番が人狼やった場合ね。1番釣って、まあ、めたいですね。別に。ああ。ああ。1番のプレイヤーが発言します。あ、てかさ、やったらさ、別に敗損でよくないっていう風な話した後にさ、9番がいちいち言ってくる必要なくない？しつこいんだけど、こいつ。なんか、粘着うざいんだけど、こいつ。楽しく俺やろうっていう村に書いてんだけどさ。なんか俺、こういうやつ嫌いなんだよね。だからさ、俺がさ、え、おかしいと思ってさ、打った瞬間にさ、それをさ、8番さん、7番さん、7番、8番さんが説明してくれてんだけど、よくない？しつこい、こいつ、マジで。だから打ってないじゃん、チャット。だってさ、じゃあ仮に聞くけどさ、3番さんに問いたい。じゃあこれでどう勝ちに導いたのかを聞きたいんだけど、7番さんが、8番さんがさっき答えてたんだけど、7番さんがさ、その何？狂人のふりしてるだけだからって話してさ、狂人今いない設定やんか。7番さんも狂人信用もう解いたわけでしょ。あの発言ってことは。じゃあ仮に明日、ん？仮に今日じゃあ俺釣ります。3番さん目線、もう終わり、え？ゲーム終わってません。だって3番さん目線って俺釣ったら終わりなんでしょ。で、俺目線も3番さん釣ったら終わりで、もうゲームセットじゃん。もう負けでいいわっていうか、もう負けじゃない？それを9番さんは狂人がいたらっていう話にしてんの？だって7番さんってさ、狂人仕様続けてないでしょ。続けてんだったらさ、今日私に投票してくださいで終了じゃない？あ、違うか。明日まで生き残りたいのか。ん？違うよね。今三村いんの？違うよね。だって白しか出てないもんね。3番のプレイヤーが発言します。はい。人狼です。もう負けでいいと思ってます。1番のメタにはもうついていきませんね。いや、もう圧倒的に7が強人でしかないと思ってるよ。7が、人狼ではないっていう、そういう目線で考えると、8隠し色の6が、例の結果白でしょ。じゃあ、3が9と、ってね、もう35%のね、3が9に対して、勝率するわっていう風な目線で言うと、どうね、3級のない限り、悪いんだけどね、考察してるからね。7点って1号が濃厚であるっていう、そういう考察だと思ってんだよ。わけわかんないもん。5、3っていうのメリットもわからない。いう風に言ってるから、その上で7は安定進行で9いきますって、9は、結構白濃厚なのに、安定進行を選ぼうとしてるんでしょ。それでじゃあ、1、真の占い師1釣って、PP 盤面。まあ、俺の考察が間違って7が強人ではないんだったらもう負けで仕方ないよねって、そういう盤面なんです。はい。それでもう、じゃあ、嵐が俺は敗損でええわ言うて、じゃあ、狼同棲って言うんですか？あなたは昨日3号のローロー、身内切りっていうのはないっていう風に言いましたよね。あったんですよ、それが。それを戦略として、こっちは選んで、5番さんの方から3番さん、僕に黒出してください。そしたら3番さんの新芽が上がるでしょうっていう、そういう考察で、こっちは動いてるんですよ。それで9番さんがどうたら、9番さんを叩く資格なんてあなたにはないです。まあ村に任せるわ。もう、人狼、村として勝ちたいのか、もう、何？人狼に勝ってもいいのかって。まあ、自投票するっすけど。普通は3番が諦めたんだから3番の負けでいいんじゃない？うん。もうそこまで やって3番勝ちたいんだったら俺は逆に引くよ。うん。君はメタをなんかメタだメタだって言うけど、しょうがないじゃん。1番は 35% だね。うん、そこまでして貸したいのかっていうのは、3番だね。普通にゲームしろよ。うん。あ、当たり前だろうよ。うん。人狼使用してやったらダメだろう。諦めたら。うん。メタラメタラって言って。1番マジで 35% の人なんだよ、これ。勝率見たらわかんじゃん。で、これ、